今日はフィルと大好きメカニックのお三方に集まっていただいてます。イエーイ。皆さんフィルとは大好きですか？大好きです。大好きです皆さん大好きなのはもちろんだと思うんですけど、はい、やっぱ人それぞれどういうところが好きかとか、はい、このパーツが特に好きかとかっていうのがあると思うので、はい、まあ、実際にね今使ってもらってるやつ、はい、持ってきてもらってるのでいくつか、まあ、それを見ながら、はい、大好きなポイントを十分に話してもらえればなと思います。はい、はい、お願いします。大丈夫ですか？はい、はい、いけそう。いけそう。はい、まあ、ちょうどねなんか最近まとまって入荷があったんで目の前にあるものがあったりするんですけど、まず皆さんパーツの話する前にフィルットのどんなところが好きかっていうのをまずちょっと どなたかバッて出る人。丈夫。お、かっこいい。お、三段活用みたいな。マジかよ、やっちまったな。いいね、あの先輩にオチをねちゃんと残しとくっていう後輩の動きがヌルヌルしてスムーズ。あー、ちょっとカノさん、秋風帰りちょっと喉がやってたんですけど。秋ガスじゃない、拍手だ。拍手、あ、ごめんなさい、拍手で、ね、拍手のバイクローで。え、丈夫、かっこいい。動きがぬるぬるしてる。ぬるぬる動くってことですね。ぬるぬる動く。丈夫って言いますけど、いや、まあ、どんな感じで丈夫なんですか？何が丈夫なんですか？自転車のパーツとして。これね、はい、あれだね、全部が丈夫。全部が丈夫、うん、なるほど。多分アルミの、その、まあ、なんだ、素材のあの番手っていうかさ、多分コード、はいはい、コードっていうかそのあんのよ、はいはいはい、なんか品番が、うん、それも割としっかりしてるアルミ、硬いアルミ使ってる、はいはい、っていうのが一つと、あとはベアリングも独自の、ね、フィルとか独自で、はい、工場に発注してるベアリングで、はいはいはい、俺昔聞いた話だとそのベアリングの丸の中に入るだけのベアリングをしこたま詰め込んでグリスパンパンにしてシールしてバゴンしてるんで重くはなるんでね、うん、それゆえになんだけど、うん、その分めちゃくちゃ丈夫っていうのがそのあとあれだね、繋がってますね、はい、そういうのが丈夫さにつながってます。じゃあこの目の前にあるタブ一つ取ったとしても、まずここのボディがその金子さんが説明してくれたみたいに素材が丈夫なので、まずここも丈夫なのが当たり前で、ここに見えるベアリングっていうのも、まあ、いわゆる回転で摩耗していくところなんだけど、そこも今のお話の通りそういった理由で丈夫だよということが多いですね。ちなみに、まあ、はい、そう、あのシールドベアリングハブを作ったのは、うん、フィルウッドが一番最初と言われています。そうなんだ。そう、そう、シールドベアリングっていうのはもともとあったんだけど、それを自転車のパーツに初めて入れたのはフィルとなったっていうのが、そハブだったんですか？そう、まあ、ハブか。そう、あのさ、な、写真で見たことあるかわかんないけどさ、はい、ここはアルミなんだけどここだけ鉄のやつじゃない、うん、そうそうそう、あれとかが、ね、そう、それが一番最初のフィルそうなんと言われてるよ。なるほど、ね、そう、ありがとうございます。しかもベアリングに自信ありすぎて、あの他のメーカーあんまないんですけど、ベアリングにも1年の保証ついてるんですよね。あ、ワランティついてるの。そうなんですよ。そんなメーカーまずないですかね。ベアリングっても絶対的に消耗品なので、まあね、確かに確かに。そんなとこにね、に保証が1年ついてるっていう謎の謎のブランドなんですよ、ね。すごいな。あれだよね、今あのボスがさ息子さんになったからさ、はい、今でこそこうやってアルミのアルミパーツだけか、うん、で作られた、例えばプロトラックハブとかって言うんだけど、はいはいはい、チタンボルトでアルミの、はい、なんだこれ、アクセルのキャップか、ね、はいはい、とかっていうのなんだけど、はい、それ以前はもうおじいちゃんで、ね、何さんだっけ、ピーターさんか、そう、ピーターさんの世代はもう丈夫が第一だったから、うん、もうそのハブのパーツ、さっき言ったこういうボルトとか、うん、そういうキャップとかも全部ステンレスで、うん、ね、錆びない、高強度のものを使って、はいはいはい、これだからそれでこれでもかっぐらい重かった、はいはいはい、そうハブのだったんだけど、そうボスがちょっと変わって、うん、あの息子さんになってからちょっとやっぱ軽いのも一緒っつってやってんだけど、結局あのホワイトインダストリーズとかよりかは全然重い、まあまあそうですね、丈夫さも保ちつつできるところで消えるということですね。そうですね。トミーはかっこいいってパッて出てきたけど、どんなところがかっこいい？シンプルであり最高品質の素材を使って最高の技術でものを作ってるっていうのが、その見た目だけじゃなくてその何精神的なところで超かっこいい。あ、なるほど。マインド的な、マインド的な問題もありつつ、見た目も中身もイケメンみたいな。たまにいるよね、そういう人。そう
なかなかね、うん、もう叶わないって叶わないってやつね。まあそれを教えてくれたのは入社する前に金子さんがこの旗が出てんで僕が白いハブを見に来た時にいろいろ教えてくれましたね。覚えてないわごめんごめん、でもごめんだけど、まあ、そういうことが多いなっつって。あ、そうあったんだね。イッシューはどんなところが、もうだいぶ話出ちゃったかもしれないけど、イッシューはどんなところが好き？だからそれこそさ、うん、日本一周した時さ、はい、フィルムハブでしょ？そうです。それはもうなんか一周するから、もう丈夫なハブがいいってやったの。そうです。そしたらもう選択肢が。選択肢がっていうより、はい、紙を言ったんですよ。紙を言ったんですよ。なるほどね。もう通ってたの、はい。で、日本一周するぞってなって。なる、だって。日本一周するんで、なんか調子のいいハブをが欲しいんですけど、どれがいいですかって大変さん聞いたんですよ、うん、そしたら、これだよってバーンって出たのが、ちょっと今持ってきてないんですけど、うん、あのフィルのツーリングハブって、ツーリング専用ね。それを以前からフィルのことは知ってたかな、やっぱり、まあ、自転車好きだから知ってるかもしれないけど、まあ、ちょこっと知ってるぐらいです、ね、そんなになんか詳しくなかったです。あ、じゃあマイファーストはそれだったってこと？そうですね、確かに。で、実際になんかさ、体験談になっちゃうけどさ、その一周してる間にさ、なんか不安とか全くなかった？もうこれ言われたからもう絶対な自信で走れた。そうっす、まあ最初ぶっつけ半信半疑でしたね。まあまあそうだね、まあ、結果一周してまあそうだね、あまあっていう感じでした、ね、でもリアハブだけは、うん、あれなんですよ、僕日本一周するときに、うん、九州だけ行かなかったんですよ最初、自信があって、あなるほど、ね、九州以外回って、うん、まあ、ほぼ日本一周した後に、うん、家がまあ新潟なんですけど、うん、あの雪めっちゃ降ってる中走りまくってたら、うん、リアだけちょっとベアリングが死んじゃって、あそれも完全遠カルだね。遠カルだね。でもそうだと思います。それはもう叶わない。もう雪くっつきっぱなしで放置がしてる。なるほどね。絶対そうなんですけど。そっかそっか。それも日本一周バイクにもしっかり使われるフィルトって感じだ。うん、そうです、ね。ああいいですね。も何もなかったです。何も。うん。金子さんとかトミーはさ、そのフィルトってどのぐらいのどのぐらいの時に存在を知ったんですか。もう俺マッシュライニチの時かな、一番最初、2006、5、7、うん、トミー言ってたけど、マッシュ、白いハブ、ね、出したんだよ、はい、で、やっぱ雑誌でさ、うんうんうん、なんだっけ、アイスクリーム、アイスクリームかな、アイスクリームで、俺多分家にありますわ、あるよね。で、よく行ってさ、で、マッシュの面々ってさ、はい、自転車出てきてさ、はい、な誰かのハブ、誰かの、あれだ、アンディの自転車がバーンってあって、で、なんか歩道橋にみんな集まってる、うん、なんかこう下からの煽るような写真があったんですよ、うん、でなんかそれ に、まあ、縦に自転車が置いてあるからハブだけちょっと見えたんで、まあまあ、そうでそれでなんか俺が知ってるハブの形じゃないハブがついてて、なんじゃこれってなって、まあ、確かに特徴的ですよね。そう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 、ここが、まあ、要するにトラックハブでさ、ここが ぶっといのなんてなかったんですよ、ね、当時やっぱ競輪だったからさ、まあ、こういうそうですね、そう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 だったから、なんだこれって言って、でダブルベースっていう店があったんだ、まああるんだけど、でまあそこ行って、なんか最初繋がってからさ、で行ったら並んでんだよ、でグリーンのハブとかあって、ね、うわやっべーってなったのがそれ、それ、でその時からもう高値の花だよ、あでその当時はいくらだったっ？手に入らなかった、あ手に入らなかった、買ったんすか？買ってないよ、買ってないよ、買ってない。前後で6万とかだったかな、前後でもうちょいしたから6、7万とかしたのかな、こんなん買う人いんのかよって思ってたら、まあ、代々木のレースとかで、うん、もう大人の人たちがいるのよ、はい、で、そういう人たちの自転車パッて見た時にもう大体フィルタ入ってる、俺もこうなりてーって思いながらずっと憧れてる、なるほど、で、はい、俺それでなんかずっと憧れ続けてたんだけど、パイセンがお前このハブいるって言って言われて、あいくらっけな、前後で3万円ぐらい買ったんだよ、生々しいですね、確かに、で買ってもらったらベアリングもボロボロになってる、なるほど、マジかって思って、でそのままずっと放置してて、ブルーラグ入って、でフィルター使うようになってたから、あのブルーラグで、うん、だったからシャフト入れ替えとベアリング交換して生き返らせて使ってたのがこれ、おあ今そのトミーのバイクに入ってますよね、そうそう、おすごい、僕がそれを受け継いで、そう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 、何年選手10ラン、すごいですね、とか、そう17、18年、もちろんあれでしょ、ホイールも何回も組み直されてるんですよね、そうそのハブのベアリングだけじゃなくて、そう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 、そのボディが強いっていうのも最初に金子さんがね、言ってくれたのにつながるのかなっていう感じですよね、
そう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 。トミーは？僕は一番最初は2013年ぐらい、もうピスト乗り始めてすぐぐらいですかね、に友達からクランクと一緒に BB を買って、おー、 BB 買った BB 買ったんですよ。僕一番最初は BB だったんで。パララックス？いや、もっと前ですね。ロープロ、ロープロか、ロープロとかビアンキとかの頃、ビアンキか、右からですね。いや、もうポリッシュの頃です。もう一番最初、本当に最初、塗る前、純正カラーの時に買って、でその時も友達が使ってたから中古でステンレスのやつで、今これに入ってるんですけど、見えないですけど入ってるんですけど、これがマジで一回ベアリング交換してなくて、だからもうそこから今年で10年目刺さってるやつ。さすがにもうスカスカ、もうダメ、もうダメで、もうそろそろ変えたいけど、なんかバキバキとかなんないかそのままほっといてて、そろそろ変えようって。でそれが一番最初で、やっぱフィルトいいなと思って、そのマッシュのメンバーが使ってるとかで、でもその高いとか全然知らなくて、とりあえず超かっこいいから、あー、なるほどね、見れるのがやっぱそのブルーラグにあるってなって見に行って、それがあれだったんですか。そう、それでそう値段見て、うわ高っけーってなったけど、やっぱその金子さんからそのいろいろ聞いて、これも超頑丈でみたいな、あれあいつがこういう組み方してたじゃんみたいな、あれこれしかできないんだよ物理的に、思い出したわ、やべえみたいな、思い出した、あのリッチーが、リッチーが組んでた時の話でしょ、こういう組み方、あーめっちゃ思い出したわ俺ね、これグラコンでやったらねじれてね壊れたんだよ、言ったわ、フィルはめちゃくちゃ言った、めちゃくちゃ言ったわ、思い出した、当時そんな喋り方だったからそうなんだよ、けうわマジっすかって、そう俺絶対買いますわ頑張って、いいっすね、ちゃんとフィルとの、うん、こういうブランドでこういう理念を持ってやってんでやって知ったのは、そう金子さんに教えてもらってからなんで、あ言った、かっこいいから最初その友達がクランク譲ってくれるしつけるよって言ってくれて、惰性で使ってみてめっちゃ良くてグッといったんで、なるほどね、ちゃんと使ってからこう良さに気づいた感じですよね、脈々とね。俺もだから一番ちゃんと使ったのってブルーラグ入ってからだね、まあ、結局そのボッコボのさ、はい、状態のやつで乗ってたから、はいはい、これの何がいいんじゃって言って最初とりあえずかっこいいって言ってた、チキショーと思いながら、はい、で、まあ直してさ回したらさ、ぬるぬる動くじゃん、あ、これあの新品のやつ一緒じゃんって言ってそれ入れてさ、乗るじゃん、めちゃくちゃ気持ちよかったもんね、絨毯の上スーって走ってるみたいな感じでさ、でそっからもう虜になって、一番最初、フェアウェザーの CX か、あ、あれね、あ紫あれね、そう、あれのハブ、多分最初トラックのやつだ、あれだね、それか、あこれか、それ、そうそう、はいはい、確かそれ使ってて、はいはい、でそれの、ロード、うんうん、多段化したかな、で、それがこれで、おそうそうそう、これはマジで綺麗ですね、もうそっからもうずっとフィルってばっかだったね。で、まあスチームローラーもそうだし、うん、あとローか、ローね、ローもあれだったし、で、そこで、あの、BB が登場すんだよ、BB 確か、アウトボードね、そう、で、やばい、アウトボードかってなって、フェザー CX の時に受けたんだよ、俺多分そうですね、紫のやつが入った気がする、違う、ポリッシュ、ポリッシュだ、ステンレスって言ったの、確か、で、入れて、そう、だからそれで俺全部フィルで揃えたんだよ、確か、どっかのタイミングで、そしたらもう、異次元だったんだよ、異次元ですね、そう、あの、あんのよ、マジで、あの全部フィルットにすると、走りがもう、なんだこれみたいな、金もみたいな、ぬるぬるみたいな、そうこれ、よく聞かれるじゃないですか、言われる、そんな体感しますって、そうマジで体感するよね。あ、まあまあそれは多分ね本当にあると思う。あれ、嘘、そんな本だ。プロトラックがマジでやばい。いやいやいや、なんですかね。まあ難しいじゃないですか。それってお兄さんたち自転車いっぱい持ってる自転車屋さんのメカニックだから体感できるレベルなんじゃないですかって言われなくもないけど、多分わかるっすよね。うん、多分わかる。多分わかる。なんかよくわかんねえけど気持ちいいなっていう感覚は多分すごい与えてくれますよね。なんかその元々入っている BB からじゃあそれに変えましょうかって言った時は多分やっぱ全然違うんで、うん、っていうのは、まあ、本当に初めて使った時からもこの手で回したベアリングのぬるぬる感っていうのがちゃんと足でも
踏んでも分かるぐらい違うから、うん、それがやばかったんだよ。なるほどね。俺だって入社してすぐなんかトラックバイクの撮影で松本さんのロープロ乗ったんですよ、うん、でその時に前後フィルってこのハブついてて、うわ空気抜けてると思ったんですよ。あのふわふわするじゃないですか、空気抜けてると全然入ってんですよ、はい、なんでと思って。自分のチャリ乗った時はこう結構こうバキバキな感じなんですけど、やっぱそれベアリングがめっちゃ調子いいから、そのスーって進んでるのがこうふわふわしてるって思っちゃって、うわなんかこれすげえなこれみたいな、なんでだろうなと思ったら、ね、結局これでしかないんですよ結局原因が。そうだよね、まあ、入社前からねトミーはロープロも乗ってたから、まあ、自転車が違うって言われじゃないもんねきっとね。一瞬さフィルウッド唐突だけどさ、フィルウッドの中で好きなパーツなの？なんすかね。あ、じゃあまああれか、今日なんか持ってきてもらってるやつ話しちゃうか、まあ、最近のそう、まあ、ツーリングとか言っときながら、でもフィルセントリックやっぱ好きなんですよね。これね、いいよね、枯れてるんですね。あのお顔に見えるんですね。あ、そうそうそう。これどういうパーツですか？これはですね、はい、BB 周りで軸を変身してクランクのギアドのバイクをシングルバイクにしちゃう、はいはい、マニアック魔法の BB ですね、これは。だからそれ何のために買ったの？あ、使ったの？これ最初何に使ったんだっけ？何をシングルにしたくて買ったの？それ乗ってないロードをシングルにしたんですよ、うん、サーリン、ペーサーをシングルにしたくて買いました。その時乗ってなくて、あ、じゃあシングルにしたらまた乗るかなって、まあまあそうだよ、これ買いました、ま、これがあるとね、あの本当に何でも自転車、まあちょっとクランクの相性とかもあるから一概にですけど、まあどんなバイクもシングルスピードカーができるよって、しかもシンプルに。そうなんですよ、はい、俺もね買ったんだよね。ローフ、 あれかシングルクロスにした、はいはい、メルビンつけてたんだけど、ね、俺本当はメルビンつけたくないんだ。あ、なるほど。そうそうそう、本当はもっとシンプル、そう、うん、でもあの E ウィングのクランクついてたからさ、これつかねえのよ。いや、そうですね、24ミリシャフトだから、ね、30シャフト、そう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 、そう、じゃあ今はつけずに、つけずになんだけど、とりあえず一応買ってるから、あのデュラエスのなんか中古クランクでも買って、はい、でそれでシングルクロス組みたいんでね。なるほど、あ、いいですね。そうっていう話で、これあれだよね、あのさ、大丈夫、大丈夫、全然これさ、あの昔さ、マジで重かったよ、ね、いや、鬼重かったよ、鬼重かったよ、そう、びっくりするよ。あ、変わったの？あれになって、で、変わったんだよ。いつから？ね、結構前、じゃあ2、3年前とか。あ、じゃあ俺がごめん、本当に知らなかったわ。よし、NB さん使ってるやつとか、くっそ重いやつ、くっそ重い、そうそう、ウェンツさんもステンレスですよ。あ、そう、そう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 、で、ここだけもっとどっしりしたイメージあれになったんだよね、アルミになって、アルミになって、こっちはステンレスね、ネジの方がね。あ、白がめちゃくちゃかっこいい、ね、すげえな、そんなことから。そう、まあ、ちょっと口で説明するとどういう仕組みなのかっていうのがなかなか難しいですけど、気になる方はそう、軸がずれる、そうそうそう、これやっぱセッティング、あれだよね、そうだ、あのな、ちょっと癖ある、うん、工具が専用だったりとか、そうチェーンテンションがちょっといろいろ調整があるんですけどね。専用工具出てくると、専用工具までかっこよく作るのって、うん、もうちょっといいよね、いいよね、さすがアメリカのブランドですよね、本当に。あの金子さんが今持ってる工具はもうこれにしか使わない工具、これにしか使わない工具、マジでわからんよねこの使い方最初ね、何これ使ったの、あそこまでムーミンに出てくるやつじゃん、ムーミン出てくるやつ、あれかなニョロみたいな、お酒作るやつ、お酒作るやつ、なんかこういうなんかこうライムとか潰しそうだ、竹でできてるやつ、そう、竹でできてる、そうそうそう、ではないでしょ、ないかなって思わないでしょちょっと大喜利したかった、まあそういうね、なんかいろいろ工具も作ってるんだね、こういうのとかね、そういうのもすごいなんか同じクオリティでやってくるっていうか、なんか持っててもかっこいいみたいな工具作っていくのもいい。ちなみにこの形でさ、あのロックリング外しとかさ、ああ、そうですね、あったよね、あれ、今作んないのかな、今作んないのかな、欲しいですよ ね、無駄に欲しい、乾杯王とか、ホワイトインダストリーとか、あった、超あった、あった、今も買っとけばよかった、さすが。じゃあお気に入りはもう今と最近のお気に入りはこれが欲しい、と思いきや、お普通に今トラックアブが、あ、ハイフランジのトラックアブが好きなんですよ、うん、なるほどね、あ、そうだ、俺IF に今使ってる、そうだ、俺も IF に使ってるわ、それだ、そう、なんだかんだ原点というか、なるほどね、原点的プロダクトが、そう、ヒルとイコールやっぱマッシュとかの影響が僕らはあるかもしれないですね、トラックハブみたいな感覚はあるかもしれないですよね、スモールフランジトラックハブの、はい、
なんか良さがね、急にバーンってくんだよ、いきなり、うん、ラージが最初から、うん、そう、あります、急にくんの今そうなってるな。で、俺それで、あのスモールフランジになる。でもね、今、周りもちょっとハイフランジ欲しい。はい、結局結局今ちょっと今持ってる全部ハイフランジが一番今欲しい、欲しい話に、あ、欲しい話してる、ごめん、そう、欲しいです。トミ何欲しい、フィールド製品、今欲しいものですか。欲しいものか、うわー、なんすかね、カンパチ区長のスクエアテーパーの耳が欲しいです。あ、111? 111が欲しい。これ持ってるよ。おっと、いいんすか。いいよ、バイバイ始めないでください。あとこれ、あるあるだと思うんですが、フィルットの商品持つとさ、ずっとこうやってもらって、俺今ずっと喋ってる間ずっとやってたんだけど、よくないと思ってさっき戻す、あるあるっすよね、ぬるぬるだから、ぬるぬるだから。じゃあトミーが持ってきてくれたの、そのハブ。そうっす、このハブと、でも全部お気に入りが全部ついてるんですよ、これお気に入りが。ハブとヘッドセットも、ヘッドも、ヘッドも僕一番なんか大きいもので言うとヘッドが一番新しいプロダクトだと思うんですけど、ここまあ5、6年ぐらい、6、7年ぐらいでできたプロダクトなんですけど、僕がすごい好きで使ってるのはステンレス、うん、で、いいよね、死ぬほど重くて、そんなこと言うの、死ぬほど重いんですよ、もう落としたらもう、まあ、ステンレスにし、まあ、ヘッドパーツにしちゃ重いよ、ね、めちゃくちゃ重くて、で外に何も書いてなくて、トップキャップにはフィルって入ってるんですけど、外側に一切何も入ってないんですね、ロゴが。オーバーサイズは全部こう全部の後ろにレーザーでフィルってちっちゃくロゴが入ってて、これは初めて入荷してつけた時におってなったんで、ここ入れんだみたいな、もうここに入ってんだみたいな。これメカニックかめっちゃちゃんと自分でチャリじる人しか見えないっていう、もうぶっ壊れないから別にロゴとかいらないっしょ、なんかいやもういいよみたいな感じがもうたまらなく好きで、トラッカーも超好きだけど、ヘッドセット俺ヘッドセット好きなところは、そのさっき言ったヌルヌルなんだけど、キングとかってさ、やっぱあれベアリング普通に超いいのよ、めちゃくちゃいいの、壊れないです、衝撃与えたって。で、あのグリスもちゃんと入ってるからさ、で、止水のさ、シールもちゃんとしてるからさ、水に濡れようが何しようが、ほんと何年も何年も使ってても結構やっぱそのまんまの回り心地なんだけど、フィルの場合ってまださ、そのさっき言ったプロダクトとしてまだあの浅い、まあし、まあ、5年ってさ長いようでまだパースとしては浅いと思う、キングと比べたらさ、なんだけど、まず俺つけて衝撃だったのが本当にヌルヌルさだったので、これ舵取りの時にマジで出んのよ、本当にヌルヌルって、なんだろう、ハンドルが切れていくその感じっていうのが、今までキングとかしか使ってなかった自分にとってもめちゃくちゃ衝撃で、で、さっきさ、その使っても分かんないでしょみたいな話ってさ、ヘッドパーツに絶対そうだなって思うんだけど、これはね、やっぱ使っても、それをさ、接客で言うわけよ、俺で、何やってんすか、ガルボさんみたいな感じで言うんだけど、でもかっこいいからじゃあ俺これにしますわって買ってってくれたりしてる人いたので、やっぱそういう人たちも追ってきて、ガルボさん、なんか俺これ使ってて、で、友達がキング使ってて呪い比べてやったんですけど、本当にヌルヌルしてますねっていう風に言われたのが結構俺の中でハイライトで、うわ、そうでしょみたいな。あとステンレスに限っての話だったんだけど、合成感が半端ない、半端だね、あのインテグレーテッドヘッドなんじゃねえかっつぐらいの合成感があってすごいっすよ、本当に、本当にそう、クロモリフレームで言うと同じさ、鉄鉄みたいな感じなんです。なるほどね。だからもうなんかね、ヌルヌルにプラスアルファで光合成がクッてくる感じ、もうね、めちゃくちゃタイヤが地面掴んでる感じがあるのがめちゃくちゃいいんだよ。僕もステンレスすげえ好きなの、2つ持ってますね。そんなさ、すごい好きをさ、みんな3人喋ってくれたけど、じゃあ今から買うお客さんがいらっしゃったとして、どん、まあ、いろいろ他にもインポートの僕ら取り扱ってるかっこいいブランドありますけど、どんなバイクにこのフィルウッドっていうのを選んでほしいかとかあります？もちろんどんなバイクにでも使ってもらいたいですけど、特にこれだったらフィルウッドじゃないみたいなさ。多分3人共通で言うのは、うん、あれで精度で言ってみる。え、そんなことやります、ね、マイカ、え、トラックで、トラックそうだね、満場一致、満場一致だよね、多分そうなんだよね。まずトラックです、
じゃあこれからトラックハブ、あ、どうも、じゃあトラックバイクを欲しいっていう方には、うん、まあ、ハブだったりとか、うん、まあね、ヘッドパーツはもちろん使ってもらいたいっていう感じですね。俺でもちょっと競技やる人とかに使ってほしいかも、まあね、最近プロトラックとかね、一番最近買ったのがこのプロトラックハブってやつで、これすごいフィルのこだわりで、普通のトラックハブはあのアクセルがあの黒森のアクセル使って、フロントアームはアルミなんですけど、ただこれは前後とも7000番のアルミに乾燥されてて、うん、でこのキャップもあのアルミでボルトがチタンになってるんですけど、まあ軽量なのはそうだし、まあ、見た目もかっこいいんですけど、このベアリングもカーボナイトベアリングっていう普通のモデルには採用されてない回転に特化したやつが入ってるんですよ。なんですっごいスルスルで、本当に競技する人でも使ってもらいたいし、まあ、実際にアメリカのナショナルチーム、あれなんていつだっけな、あのオリンピックに出るためのチームに、あのレース用ではなくて練習用にフィルとかちゃんとオフィシャルで供給してたんですね、っていうのがあったりとか、結構ちゃんとレースの、あの業界をこうサポートしてたりとかっていうのがあるんで、うん、そのさっきも金子さん言ってましたけど、今までの頑丈さ頑丈さで言ってたけど、そういうちゃんとこう競技にもこう使えるようなスペックとか、この精度の良さとかを追求してる感じが結構グッとくるんで、あのトラックレースやってる人とかにも使ってもらいたいかなって最近はめっちゃ思います。ちょっと話それますけど、あれですもんね、機材的に多分認められてるって、昔、今ないんですけど、カラビンカさんのホームページに載ってましたよね。載ってたかも、多分それってそういうことですよね。多分そうかも、機材的にちゃんともう日本の職人さんにも信頼されてたんだな。あったね、なんか確かに俺なんでなんだろうな気がする。そうなんだ、あれだよね、でもそう、若いさ、まあそういうトラックバイク乗りみたいなのがさ、出入りできるさ、唯一のビルダーさんだったというかさ、その当時としては、うん、だったから、まあその、あの田辺さんって方もさ、すごい柔和な方だからさ、あの何でも若い子とかがいいなって言ってたやつ、何それとかって普通にさ言ってきたりする人だから、確かそうそう、だからなんかいいじゃんって思っちゃったんじゃないか、うん、俺がやっぱ一番好きなのは、はい、このスクエアテーパー BB なんで、ね、こいついいっすよね。何がいいってセッティングすんじゃん、はい、最初マジで回んねえ言っちゃいます嘘でしょだって思ったじゃん絶対、はい、一番最初さ、はい、思います、背の大きさ、いやいや思います、ええってなるじゃんそうで、どうにかしてこれ柔らかくなんのかなと思って、俺はもうハンマーでバチコン叩いてるのよ、何回かパコンパコンっつって、うん、そしたら要するにベアリングがカップにこうやってはまるんだよね。でそれがちゃんと入りきってなかったりするのよ、うん、で、あの叩くことによってその入りきってないところがクックって修正されて柔らかくなるんだよ。でも柔らかくなんだけど、でも BB でこの硬さがみたいな感じのノリなのよ。で、まあ、凝りつきもないしこれで乗ってみっかっつって乗るじゃん、全然感じないんだよ、重さを。そうですね、なんだこれって。で、しかもさっきこれで言ってたヌルヌル感っていうのもちゃんとこれで、あ、もう、あの体感できるし、あと何がやばい、ちょっと立ってていい、もうこれ何がやべえって、あの軸がステンレスなんだけど、マジで硬い、わかる、超わかる、マジで硬い、マジでわかる、本当に。で、あの7号のクランクとかとつけた時にもう足ぶっ壊れんじゃねえかみたいな、オムニウムと同じぐらいの硬さになってんじゃねえかなっつうぐらいのなんかね、合成感があるの、うん、で、もうそれちょっと疲れちゃったから、あのデュライスだったらどうなんだろうとか、カンパだったらどうなんだろうってやって、もう最適解がカンパだったんで、カンパレコードなんだけど、カンパレコードがもうなくなっちゃったし、 IF にカンパレコードつかなかったっていうこともあって、デュライスにしたんだけどデュライスにしてもうめちゃくちゃ悩ます、なんか軽さと合成のバランスが、あのすごくいいな、これデュライスの話してる俺もしかしたらまあ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 なんだけど、要するにその軸が、まあ、しっかりしてるっていうのが俺やっぱすげえなと思って、で俺本当に噂話で聞いたんだけど、もうめちゃくちゃ日本で早かったメッセンジャーの方がいて、その方が唯一壊さなかった BB がこれだった、スクエアテーパーのフィルだったっていうのを聞いて、もうそれで俺ファンです一生ついてきますで、ちなみに今マジで
あのそうスチームローラーにも入ってるし、これあ、なんだっけ、IF にも入ってるし、 あとあれなんでね、あのグラフトン使ってる 1x1 にも入ってるし、もうとりあえず BB はフィルみたいなのが今の俺、まあでもね、ピーターさんのフェイバリットっていうのがありますけど、ね、それもある、なんでこれも古いんだよね、実はね、これも古いですね、そう、うん、かなり古い、これ一番最初から確かプロダクトとしてありますね。でちなみになんだけど、一番最初はここステンレスだったんでね。あ、そうです、ね、そう、全部ステンレスだったの、軸ステンレス、ここステンレスで、さすがにやりすぎじゃねってなって、これをアルミにしたんだよ。でも結局キャップの方、ネジのスレッドについてるキャップの方もステンレスだったんでね。ステンとアルミ選べましたね。うちステンレスしか入ってきてなかった。そうですね、でアルミの方がベアリング軽いんですよ。そう、潰れないから。そうそう、だから今俺全部ステンレスなんだけど、全部アルミにしたい一回ちょっとやっぱ気になってる、ちょっとでもあのね、不思議と本当に最初もそう、もう生地の状態だとマジで硬いのに、クランクつけて乗るとなんでか軽いんだよね。本当にわけわかんない、魔法のパーツ。あとオプションでマットガードっていう、あ、砂とか泥が入んないようにするこの輪っかがつけられるんですけど、うん、これもオプションなんで別につけなくてもいいんですけど、僕はつけた方がおすすめ。俺は全部つけてない。僕はつけてなかったらベアリングが壊れましたね。あ、本当にカフに乗りすぎてぶっ壊れて、今ゴロゴロになってる。俺逆にあのちょっとやったと思ったっすね。水分が抜けなくてあのぶっ壊しちゃったので、あ、1回、そう、そういうパターンもある。そう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 、で多分それはあのさっき言ってた雪とか、ああいうのなんで、僕はもう砂が入ってしまう。ああ、砂ね、確かに。あとやっぱステンレス製品、ステンレス製品いいですね。あのこれ、まあ、ステンレスヘッドパーツ俺もトミーとして好きなんだけど、もうこれが傷つかないのよ、マジで、うん、ぶっけてもなんかね、あれ絶対やったわなってんだけど、あれ傷ついてないってなるし、ここのトップキャップも全然傷つかないもんだから、めちゃくちゃてめえの顔が見えるんですよ本当に。あと青空とか青空、青空、ね、それがね、エモいんだよね、とにかく。そう、見てて、乗ってて、そう、トップキャップ買えないもんなで、アルミだと、アルミだとちょっとやっぱ曇っちゃうのよ。それはそれで好きですよね。かっこいいよ、かっこいいんだけど、曇っちゃうね。だから、俺やっぱステンをいつもこうやって、こうやってこうピカピカにしてから乗り出したりするんだけど、実はこの同じシルバーの若干やっぱ素材が違うんで、そう、色味が違うんでね、鈍いんだよね。黄色っぽいっていうか、ちょっとそうですね、深いグレーなんだね。かっこいいんだよな。で、まああれだね、あの BB、あれだね、このなんだっけ、OBB か、アウトボード BB もステンレスがあるってね。そのステンレスが超好き。ちなみにそう、ステンレスはベアリングの抜き差ししても絶対やれないよっていうのでステンレス選んだ方がいいよみたいなこと言ってたけど、あのね、裏話なんだけど、俺前そのギャラさんが来た時にアルミとステンレスだから絶対刃物変えてるなと思ったの。あの工具の、そう、工具っていうかさ、切削のさ、刃物絶対変えないとダメだなと思って、これって変えてんのって言ったら、こっちのアルミが硬すぎてステンレスにしたやつ使ってるよって言って、って思って、本当に硬くて軽いアルミ使ったの。そう、まあ、言うて多分ステンレスの方が確かに強いとは思うけど、でも硬さに関してはステンレスにマジで近いっていう風なものを使ってるっていう。そう、アルミですでに最強なのにステンレス作るのすごい。そう、多分それはもうあれなんじゃない、伝統芸能なんじゃない、本当に。多分それ作って気持ちよくなってんだろうな、この人たちって。こんな重いもん、こんなん誰が使うねん、使う。でもそのすげえ昔リベンデルが、あのブルーラグ入ってくるぐらいの時にリベンデルをいっぱい掘った時期とかがあって、その時になんか変なブログがあったの、英語の、うん、でどうやらこの人たちみんなおじいちゃんくせえなみたいな人たちなんだけど、もうピッカピカのアトランティスとかさ、ピカピカのアトランティスじゃないんだよ、あ、まあ、綺麗なアトランティスなんだけど、マジでヒリーバイクとして使ったりとか、なんかリベンデルにこんなブロックタイヤ履くんだとか、あ、ポールのモトライトとか普通に使っちゃうんだとかっていう人たちがいて、でかっけえなーと思ってて、その人たちが大体フィル使ってたんだよ、あのツーリングハブ、なんだこれしっぷいなって思ったのも、なんか俺フィルとまた好きになったきっかけっていうか、あのそういうもうおっさん、おじちゃん連中たちがいっぱい多分いろんなもの使ってきたんだけど、なんか結果的にやっぱこれ、ね、クソ高え、クソおめえけど、あのまあ安心できるよね。なるほどね。もう俺はこいつと一生添い遂げていくぜみたいなのが写真から俺見えた気がして、うん、そこがもうすごい、なんか
なんかもうまた好きになる。もう俺何回好きになればいいのこれ。そう。っていうぐらい好きになった。確かにな。そう。思えばさ、本当に若いさ、なんかピストばっか売ってるさ、ね、若い子たちから、あのもう本当にもうあと何年自転車乗れんだろうっておじいちゃんまでをさ、もう本当にこう虜にするこのブランドっていうのが、はいはいはい、うん、素敵よな。まあ、あとあれですよね、トラックバイク以外にもってことですもんね。そう、あ、要は、そう、ぜひなんかこの辺のなんだ、リムブレーキのさ、質タブなんかも今絶滅しつつありそうじゃん。そうですね。もうそういうのもバンバン作ってるし、はい、まあ、古いロードとかさ、リストアしたいって人もまだ全然いると思うから、そういう人たちがこういうの使うのとかもめちゃくちゃ熱いよね、はい、シンプルだから本当に古いバイクに使っても最近のバイクに使っても、そう、あと単純にやっぱロゴかっけえよな。だロゴね、これね、確かにね、フィルム単純に、確かに確かに、この筆記体のさ、筆記体って言ってるのこれ、なんだろうね。でもこれ真似したもん一回、こうやってずーっとずーっと真似して真似したってな、な、なにそのどういうずっと真似してもうすげえかっこよくて真似してどうすんだろうな、真似してなんかもうかっこよく描きたいな、あのフィルを、フィルを、あ、フィルをかっこよく、そう、フィルをかっこよく描きたい。ちなみにあれなんでね、これもね、プリントの時期があったりとか、あー、そうっす、あー、そうっすよね、そうそうそう、はいはい、あってちょっとずつ字体が違ったりとか、ちょっとこう長かったりとか、でかさとかね、そう、でかさとかあってそう、そういうところもなんかそのぬくもりを感じるよね。あ、なんかアルミ製品とか金属製品ですけど、やっぱりなんかちょっとあったかい雰囲気はあるっすよね、あるある、ジルとって、てかまああれだね、そのアメリカのこういうアルミのパーツはもう全部そうよ、うん、言うて、まあ、の特にだけどね、フィルムは。そう、まあ、ホイールの話とかハブの話ずっと金子さんしてくれたから、でさっき工具の話もしたけど、あれですもんね、うちはね、うちブルーラブで手組みホイールやるって言ったらスポークカッターもそうですし、スポークもだ、スポークもね、ニップルも実はフィルト製品も使ってるって。だってカンパニオーラと DT スイスとシマノとその他いろんなホイールビルダーがいるわけで、そこなんか1000以上のビルダーがあれ使ってるらしいです。1000以上のビルダーがすごいホイール組工場、工場のだからシマノもカンパも DT スイスもそのホイール組む職人さんがいるわけじゃないですか、各メーカーに。そこの人たちもみんなあれ使ってるらしくて、半端ねえじゃんこれみたいな。代々木公園か、代々木公園、代々木公園のスポークカッターは10周年からブルーラグ10周年の時にやってもらったスペシャルなアルマイトカラーのスポークカッター使ってるんで、まあ、代々木公園の1個名物だから、ぜひ代々木公園遊びに行った方は、あ、トミーさんが今スポーク切ってるけどあれがこの前の話したやつか。そう、しかも熱いのがシリアルナンバーのところがブルーラグになって、おいおいおい、番号じゃないですよ。でちなみにそれ争奪戦になったね、じゃんけんで勝った、じゃんけんでマジで、うちでマジで欲しかった、ほんと今でも悔やんでる、ほんとに。で、その切るスポークもね、ギルットのものを使ってて、あとあれ特許取ってるんですよ、ノルが、あのスポークカッターが、あの一連の動作で切ってネジを切れるっていう動作のあの仕組みに特許を取ってるやつ。知らんかった。まああれのおかげでマジ超助かってますね。あれじゃなかったのって思うとゾッとするますもんね。だってさ普通のスポークカッターってさ、切る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 70何本で、あのネジ切る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 70何本をやんなきゃいけないから、一発でさ切ってネジ切るができるっていう、あれ超やばいよね。今ハブが割とね潤沢なんでね、あの手組みホイール、うん、全然受けれそうな感じですもんね。だからまあ、うん、もちろん新車で自転車買ってもらう時もそうですけど、なんかレベルアップって言い方しちゃうとすごいあれになっちゃうけど、なんか持ってるバイクの調子を良くしたいってなった時にフィルトの選択肢でホイール組むっていうのもね、うん、全然ありだと思うから、ぜひ、ね、使ってもらいたいっていうところですよね。あの俺フィルのグリス超好きなんだよ。あとテネシャスオイルってやつ、1972年ぐらいからこいつあるらしいです。あのウォータープルフグリスが1971年のブランドなんですけど、知らねえ。72年にグリスができて73年にテネシャソイルできてるやつ。すごい、中の人なんすか、中の人なんすげえやん、やばいですよ。で何がいいって、もうテネシャソイルなんかさクソほど糸引くじゃん、もう本当にさ、あれさ一番最初さ何も知らないでさ、これフィルのオイルなんだってつって、マジ買うわって買ってさ、でチェーンに買って、確かにな、もうすげえの、地獄を見る、最悪でした、マジ最悪、やりましたわそう、で、あ、バイオルームだったらええんかと思ってバイオルームやるじゃん、もうね、バイオルームシャバシャバすぎてめちゃくちゃ飛んだそうっていうのを出て、じゃあこれ何のためにあんのってなった時に、スポークカッターでのネジ切りの時に使うんでね、これとかね、
か、まあ、切削オイル的な、そうそう、結構とかに使うようなもの、要するにこう工具にペタッと貼り付いてちゃんと油膜作って、なんだろう、保護してくれるものとか潤滑してくれるっていうのをやってるんだけど、これを普通にハブに垂らしてくすんだよ、ハブのベアリングで。それがあのプロトラックハブ、テネシアスオイルとグリスをあの調合して、なんかもうほんとゆるゆるのグリス作って、それがこの中に入ってるっていうのがあって、でメンテナンスの時はあのもう縦にこうやって垂らしてこうやって放置っていうのが、そうで中に浸透していくからっていうのでやったりとかするんだけど、まあ、からでも喋れますよ。カジンも喋り足りないことない？これじゃないですか、これ。あ、確かに。これ触れないです。それな。出た出た。じゃあ一種今日なんかちょっと静かだからちょっと説明してよ、このハブを。これ、もう買うんですけど自分。あ、買うんだ。買うんです。あ、いいね、そういうの。もうめちゃくちゃ欲しくって。はいはいはい。これブルーラグ入る前に、はい、多分初めて作ったんですよ。2013年とかですか、うん、いや、もうちょい前ですか。2000、でも13とかじゃない。何がスペシャルなの、これは。12か。通常のフィルットのハイフランジでも、はい、ローフランジでもない、はい、なるほど。ミッドフランジ、中間のこのフランジの大きさのやつ、はい、なるほど。で、ここに肉抜きの SLR が入って、でかつ表面処理がヘアライン、マットな仕上げになって、そうですね、黒もそうです、ね、でこれなんか、谷さんから聞いたんですけど、このデザイン、ピーターさんがフリーハンドでバババって書いてたらしいですよ。っていうのを聞いて、うわ、めちゃくちゃいいじゃんっていうのがあって、グラントさんと同じじゃん。めちゃくちゃかっこいい。いや、そうなんですよね。で、もう見せて見せて、出た当初から、うん、マジかっけえなこれって思ってたんで、一瞬見せて見せて、あ、いいっすよ、ね、って思ってて、で、すごい、何年ぶりですかこれ。10年ぶりでしょ、これ。そうですよね。にまたポッて出てきて、おー、もうこんなん買うしかねえと思って、いやでもこれ、ここから、うん、うわ、胸熱ですよ、ね、シェイプちげえやん。そう、このさ、そう、この辺が違うんですよ。ね、この辺が違う。この辺が、うわ、キモ、マジだ。これですね、この辺とかと比べると、違う、ローフランジと比べると分かりやすい。そう、まだ、もう分かるかな。こうなんか、いや、ハイフランジと比べても結構あるよ。なんか、ラッパっぽくなるっていうか、うん、そう、うん、うわって、ね、これがもうすごいかっこいいんですよ。エチエチじゃんこれ。エチエチ。いや本当にそう。何に入れるの？これ。とりあえず持っとく。とりあえず持っとく。すごい。遺産ですよ。財産。こんなのが。組んで使ってほしいのが。うん、そうだよ。絶対使うんですけど。すぐ使ってますね。いやどうしようかな。でもマジ渋いよね。いや本当に渋いですもん。ポリッシュも渋いんだよ。まあ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 。ポリッシュも渋いんだけど。ポリッシュ苦手な人もいるんだよ、まあまあ、あ、同じことをあのビショップのビルダーが言ってて、自分でブラシでマットにしました。そう、うん、いるんだよね。そう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 、ヘアライン自分でやっちゃう人いるの。そう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 、けど物はそれが好きだからわざわざそれをやるってこと、他のブランドにするんじゃなくてってことだもんね。そう、いや、いいですね。いや、いいよね、このマジでこれフィルト大好きメカニックもね。買ったらもう絶対すぐ組んですからそうじゃないと、フィルト失礼でしょ。こんないいもの使って、おー、あれだ、なんだっけ、このフィルト大好きメカニック3人もね、マユツバモンのこのハブが数量限定でね、最近入荷したそうなんで、ぜひね。あとあの昔作ってたペダル受けますよね。あれ受ける、あ、受けますよ。ペダル、そうね、なんか検索したら出てくる鉄板みたいな、まあ、結構チャレンジングですよ、あれ。チャレンジング、フレーム作ったりとか ね、製品化してないけど、なんか多分技術がすごいから、うん、多分何でも作れちゃうから、うん、なんかやってみようみたいな、うん、フルサスのマウンテンとかも作ってた、作ってた、作ってた、驚愕なんですけど驚愕だよね。確か最初が多分94年とかです、僕の生まれの年なんで。なんで知ってるフレームとかはすごい、ね、結構ウェブサイト見るのとか好きなの、ブランドの人好き。今お前あれだな、クランク買ってきゃよかったな、俺。クランクで、あれだってね、当時10ちょい10万くらいだった、買っときゃよかった系プロダクトって、いや、あるあるあるこういうね、あのクランク今使っててガッビガビにしてたらヒーローだぜ。いや、本当にそうですね。そう、確かに金子さんそれガビガビにしていいんすかね。でも今こう現行品であるものもなんかそういう風になり得るんだろうな、うん、確かにそうだね。いいこと、あ、いいこれとかもまさにそうじゃないですか。そうですね、確かに。なんで本当にいいなって思ったら買うべきですよ、うん、フィルートに作ってほしいことがあるの、なんか未来の話。1インチスレッドのヘッドセット。あー、しー、ちょっステンレス、マスターピース、ステンレス、ステンレス、確かに。あ、めっちゃ欲しい。俺ブロンプトンリアハブとか作ってほしい。まあまあまあ、確かに、ね、フロントハブ作ってる。そう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 、本当に突拍子もないもの作ってほしいですね。でもスタンダードなものもいいですけど、うん、T47 の
あのマウントリングでスクエアテーパーの BB つけるみたいな。あれ調子ねえな。あれ使うタイミングないもん、ね、マジでないんですけど、でもああいうの作っちゃうのがいいじゃないですか。アメリカのブランドって確かにロマンありますね。確かに、ああいうの個性やってほしいですね。あと工具作りがちだよね、やっぱりいきなりね。六角レンチとか作ってほしい。あーちょっと欲しい。絶対折れない。ちょっと欲しいわ。倒れない。絶対折れないですね。めちゃくちゃピカピカで。めちゃくちゃ欲しいわ。フィル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 。あ、全部でしょ。そう。8ミリ、6ミリって。確かに。全部ステレスね。全部ステレスね。EB シャフトと同じ素材で作りました。あ、めちゃくちゃいい。それで折るとびっくりする。折れるんだ。フリーボディとか、フリーコグとか作ってました。フリーコグね。そう。確かに。フィルが作るフリーコグ何なんだろう。分身とかだからもう子供もへーみたいな、イコール重いみたいな。そんな感じ。はい、一応締めますか。語り出したらキリないですね。そうね、だって喋ってる自分がもう新しいやつ欲しくなって。確かに良くないぜこの感じ。じゃあそんな俺も私も欲しくなっちゃったよって方はね、各店頭に来てもらうか、オンラインストアチェックしてもらって、はい、ちょっと一回勉強し直そう。あの、オーダーもね、店頭でも、オンラインでも受けたまわってますんで、はい、なんかお困りことあったらお問い合わせください。はい、はい、お願いします。皆さん今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。